回の1000モッドサバイバルは4つの最強チートモッドを使って大量のダイヤを集める。そして集めたダイヤを使ってダイヤモンドピラミッドを作っていく。そしてダイヤモンドピラミッドを作ると3体のネザーガントレットが出現する。果たしてダイヤモンドピラミッドを完成させネザーガントレットを倒すことはできるのか。とその前に今すぐチャンネル登録と高評価をしてくれたらめちゃくちゃかっこいいポーズを決めます。みんな、チャンネル登録と高評価ありがとう。それでは本編どうぞ。はい、どうも、すまない先生です。ということで今回は、4つの最強チートモッドを使って、ダイヤピラミッドを作っていく。でね、今回はそのダイヤピラミッドを作った後に出現する3体のネザーガントレットを倒すことを最終目標とする。はい、それではね、まずはね、木材を回収していく。ここの流れはいつも通り。はい、それではね、作業台作って、すまない、さあいつものように、木のトゥルアシを作る。それでね、ちょっともう一回ね、入れ。今回ね、一度に木を掘れるモッド入ってるから、木の回収がめっちゃ楽。あ、牛さんこんにちは。おはようございます。あ、豚さんめっちゃいるじゃん。すまない、すまない。つまない、豚さん多すぎ。はい、それじゃあね、まず最初の最強チートモッドを作る前に、村に行って食料を確保していく。あいらー、いきなり村見つけていく。最先いいね、今回。あ、いた、アイアンゴールもいた。昨日の壊れちゃったから、もう一回作る。しかさ、このアイアンゴールだいぶやられてるけど大丈夫ですか。はいはいはい、もうこれだいで。つまない、いいねー、倒していく。さあ、鉄ゲッチュしたから、はい、これでね、バケツを作っていく。はい、それじゃあね、まず最初のね、最強チートモッドなんだけど、これ。アルティメットウッデンピークアクス。これを作るためにしっかり行くんだけど、その前に、はい、このね、石炭バケツをね、作って、食料をね、確保していく。さあ、一応ね、ベッド回収。おいでー、洞窟につけていく。はい、それじゃあね、まずはね、石炭回収していく。はいって、はい、それではね、すまない、石炭が4つ集まったから、石炭4つと水入れバケツで、入れーバケットオブコール、これこれ、石炭バケツ。これ流すと、すまない、はい、これで黒い水ができるんだけど、これにしたると、はい、入れー、ちょっと移動速度低下ついちゃうんだけど、はい、これで、溶鉱炉だったり、かまどだったり、石炭がね、湧いてくるんだよね。はい、神モッド。しかも、丸石も湧いてくるっていうね。さあ、浸ってるだけで、石炭が手に入る。はい、それじゃね、かまどを置いて、肉を焼いていく。すまない、すまないってね、今のうちに、はい、石のつら作って、はい、このね、アルティメット、ウッドピックアクスを作るために、丸石を大量に集める。でね、この丸石を9個集めると、はい、このね、スーパー丸石レベル1ってのができるんだよね。で、この木のつら足の周りに、スーパー丸石レベル1を8個並べるとアルティメットウッデンピックアクスができるから、まずはね、もうほんとね、鉄じゃなくて丸石を超大量に集めていく。さあ、石炭の水に浸りながら取っていく。こうすることによって素材をね、回収しながら丸石を手に入る。一石二鳥。はい、それじゃね、スーパー丸石レベル1を6個作って、さらに木のつるはしの周りにスーパー丸石レベル1でかかって、いいね、アルティメットウッデンピックアクス。はい、ゲッチ。さあ、このね、ピッケルでね、物を掘ると、いくよ。すまない、いいねー、こんな感じで超大量に掘れるんだよね。やばいやばいやばい、一気にね、丸石が大量に出ないった。じゃあ次はね、これアルティメットストーンピックアクス。これを作るために、はい、このね、スーパーマルシレベル2ってのを8個作るんだよね。でね、このスーパーマルシレベル2の作り方なんだけど、はい、まずね、スーパーマルシレベル1を、はい、9個作る。でね、この9個を合わせると、はい、スーパーマルシレベル2になる。だからね、これを残り7個作っていく。はい、それではね、アルティメットウデンピックアクス、いいね。はい、超大量に丸石が取れるからね、まっすぐ作れるでしょう。オッケー、はい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 、マジで丸石で一瞬で集まる。はい、それではね、そろそろ、いいね、焼き豚焼けている。すまない、すまない、うまっ。さあ、どんどんね、石回収していこう。オッケー、さあ、気持ちよすぎるね、これ。あー、すまない、オッケー、最高最高。はい、それではね、スーパーマルシレベル1をね、もう大量に作ろう。セイクセイク、すまない。さあ、スーパーマルシレベル1を、はい、9個あって、スーパーマルシレベル2を6個作って、あと1個。あ、でね、せっかくね、石炭バケツからね、溶鉱炉ゲットしたから、はい、それ、鉄も焼いていこう。それ、さあ、アルティメット腕ピッカクセ、どんどんで石を回収。まあ、こんなもんかな。さあ、スーパーマルシレベル1を、はい、大量に作って、スーパーマルシレベル2を5個作って、オッケー。それでね、石のつらしの周りに、スーパーマルシレベル2を8個囲んで、きたー、いいね、アルティメットストーンピッカクス。さあ、これでね、さっきのね、アルティメット腕ピッカクスよりも強力なやつができた。さあ、どれぐらい掘れるかな。いくよ。あー、つまない、いいねー、やっちょ、やばいやばいやばい、さっきよりも、あ、ちょ、待って、ちょ、急にスキルときた。つまない、つまない、よっぷらい、
いね。さあ、ちょっと待って、石炭ってかさ、アイテム一気に回収しきれない。ちょっとね、手持ちが多すぎるから、一旦チェスト作って、つまらない、つまらない、いらないアイテムね、預けていこう。はい、そしたらね、次はね、アルティメットアイロンピーカックス、これを作っていく。そのために、はい、このね、スーパーマルシレベル3を作る必要があるんだけど、でね、スーパーマルシレベル3の作り方は、はい、これね、スーパーマルシレベル2を9かわして、はい、レベル3にするということで、また大量にね、石を集めないといけない。ただね、このアルティメットストーンアックスがあるから、はい、こうやってね、楽勝に石を集めることができる。神神神神、いいねー、マジで爽快感半端ない。あー、ちょっとね、危ない危ない危ない、マジで危ない、危ない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 、ちょっと、危ない、待って待って待って、急にクリーパーめっちゃ湧き出した。危ない、ちょっとこれね、あれだな、盾作っとかないと危ない。はい、それじゃあね、盾作って、スーパーマルシめっちゃ作って、はい、でスーパーマルシレベル2作って、スーパーマルシレベル3を作る。はい、それじゃあね、また鉄をね、焼いていく。敵増えてきたから、ちょっと鉄を見ないと危ないね。せっさ、鉄リンゴと回収、いいね、危ない。ちょっとね、はい、チェスト、テニス、ブーツ、ヘルメットを作る。さらに鉄の鉄のトラッシュを作る、いいね。さあ、鉄装備式完成。でね、さっきはちょっとね、やばいね、モブが湧きすぎ湧きすぎ、ガード、はい、つまらないガッ、ちょっとね、体罰置いてね、湧き潰しなっちゃった、危ない、つまらない。さあ、アルティメットストーンピーカックス、入れ、あっ、ちょっと待って、あっ、プロ、待って、後ろからクリーパー来てた、マジ危ない、つまらない、警戒しないでこれ。さあ、鉄とマルシ対応、オッケー、オッケー。さあ、もう手持ちがいっぱい、ちょ、つまらない。はい、そしたらね、スーパーマルシレベル1大量に作ってのスーパーマルシレベル2で、レベル2を9個合わせて、はい、スーパーマルシレベル3がね、まだ2つしかないから、アルティメットアイアンピッカックスをね、まだ作れない。まあでもね、ひたすら掘って丸石をね、取るのみ。オッケー。でもね、破壊すぎるとね、ちょっとだいぶエリアが広がるから、しっかりね、松明置いて湧き潰ししとこう。つまらない、いいな、神。さあ、また来たね、ガード、ちょっとね、マジでクリーパーいすぎ。さあ、スーパーマルシ作りまくって、はい、スーパーマルシレベル3がね、あと、はい、1つあれば、アルティメットアイアンピッカクスを作れる。よいしょ、はい、ね、マジで神ツール。ただね、クリーパーの接近には注意。つまらない、いいね、鉄もめっちゃ集まる。さあ、回収。はい、それじゃね、ようやくね、スーパーマルシレベル2が、はい、これで、ね、10個集まったから、ちょっと作りすぎた。はい、これ鉄のつらしの周り囲んで、いいね、アルティメットアイアンピックアックス。よーし、これがあればね、もう、ダイヤモンドも簡単に掘れるから、それ、Y 座標の1から15に行って、ダイヤモンド今から取りまくる。うわ、ちょ、待って、クリーパー多い。あっぷれ。さあ、だいぶ下の方来たよ。Y 座標18、もう少し下。はい、それじゃね、アルティメットアイアンピックアックスで掘っていく。いいね。おー、待って、やばい、さっきの膝、あっと、びっくりした。せい、おー、やばいね、これ。アルティメットアイアンピックアックス、やばい。失礼して、もっと下行こう、下。さあ、これ下降りて、はい。あー、だいぶね、金鉱石とか、新しい鉱石が出てきた。あ、岩盤まで来ちゃった。まあいいや、それで、ね、つまらない。あー、待って、いきなりダイヤモンド、あ、ちょ、やばい、いいね、ダイヤモンドゲッチュ。危ない、溶岩にね、飲み込まれるところだった。それじゃあね、こっから、超大量にね、ダイヤモンドをね、集めていく。あー、集まない、いいねー、さあ、オッケー。あー、でも、意外とダイヤモンド出ない。それ、さあ、出るかな、あ、出ない。思ったより出ない。すまない。さあ、どんどん。あー、来た。いいね、ダイヤモンドゲッチ。これなら簡単に集まるよ。さあ、だいぶね、広くなってきたけど、その分ね、敵モブ湧いちゃうから、ちょっと危ないね、これ。さあ、掘りつつも、これ、はい、ちょっと松明広げていこう。すまない。あ、ちょっとね、物が多すぎちゃって、だいぶカクつく。さあ、ダイヤは出てない。すまない。いけ、さあ、ダイヤモンドは出ない。意外と出ない。すまない。いけ。まあ、つまらない。オッケー。待って。はい、ね、ダイヤモンドゲッチ。オッケー。はい、22。いやー、これだったらマジで、ね、簡単にダイヤモンド集まる。さあ、出ない。せい。どうよ。あ、いいね。よし。マジで、ね、ダイヤモンド見えた瞬間、ちょっとテンション上がる。さあ、どんどん掘っていこう。ちょっとね、待って。やばい。マグマにどういこう。危なかったね、今。さあ、ダイヤモンド回収して。はい、そしたらね、はい、ダイヤモンドを9個集めて。いいね、ダイヤモンドブロック。ただね、こんだけやっても、まだ3個。ダイヤモンドピラミッドを作るためには、だいたいね、1000個ぐらいは必要だから、まだまだ足りない。
い、それじゃね、見て。もうね、めっちゃ掘ってね、マジで、大量にゲットした。ブロックも作ったし、はい、これで、いいね。はい、これで、ほぼ、2スタック。これ合わせて、いいね。2スタックの、ダイヤモンドブロック完成したから、それ、一旦、ダイヤモンドのね、ピラミッドを作りに行く。はい、そしたらね、一旦黒曜石取り出して、火打ちし、鉄と火打ちして、はい、内側に作って、それネザーゲート作っていく。素晴らしい。それで着火して、オッケー、いいね。それで、一旦、はしご作って、はい、これね、ネザーので、ね、頂上に行こう。さあ、ネザー到着。それね、あとで、ね、ひたすら上に行く。ちょ、危ない。おい、危ない、おい、おい、だったら、だったら、ちょ、すばらしい。いけ、あ、くそ、すばらしい。危ない。いいね、危ない。ちょっとさ、今さ、このちょっと1マスとこしかいたかったら当たるとまで知る。さあ、上をねどんどん掘っていこう。さあ、上掘りの、さあ、抜けられそうなところはあるかな。あー、ここらへん行けそう。さあ、ここ、あ、絶対いける。さあ、こういう合わせて、はい、この裏技使って、つまらない、つまらない、あっ、よし。それで一旦、はい、ネザーゲートね、確保しといて、せい。これないとまで出らんないからね。はい。それではね、今から、ダイヤモンドピラミッド作るんだけど、まずね、21×21。はい、正方形にダイヤ並べていく。はい、ということで、まあ、見てもらったらちょっとわかるんだけど、まあ、全然ね、ダイヤモンドの足りないんだよね。足らないから、じゃあね、第2のね、ダイヤモンドの秘策をね、使おう。次のね、最強チートモッドはね、はい、一旦戻ろう。さあ、戻ってきた。それでね、もう一回ネザー。はい、戻ってきたと。でね、次作るのは、はい、これ。ダイヤモンドポーション。これを作ってね、大量にダイヤを集めていく。でね、ポーション作るためには、まずネザー要塞見つけて、ブレイズロット手に入れないといけないから、まずはネザー要塞を見つける。さあ、いいねー。ネザー要塞見つけていく。さて、これアルティメットピックアクスでやっちゃうとまずいよね。まあ、でも少しぐらいだったら、すまない。あー、待って、これ大丈夫。怖すぎ。やりすぎた。あー、まあ、ちょうどいい。さあ、それ、ブレイズ探していこう。いた、ブレイズいた。ガッツ、ほら、すまない。待って、ウィザースキルトもいる。すまない、ほら。いいね。さあ、ブレイドと回収。さらにネザーボートもね、一応、あー、ちょ、やべ、ミスった。怖すぎた。さあ、ブレイズいるね。ガードして、すまない、いいね。すまない、セイ、よし。はい、それではね、ブレイズロット集まったから、ブレイズロットと、はい、まぶして、醸造台作る。で、醸造台使うためには、ガラス瓶必要だから、ちょ、一旦地上に出て、砂を取ってくる。さあ、砂発見。まあね、そうだね、3つぐらいあればいいね。さあ、回収していこう。3、4、5、6。まあ、これぐらいあればいいね。あってかさ、これ、醸造台さ、普通に、村の、はい、こっから入って、これ、ここで取ればよかった、これ。あ、ミスった。あ、すまない。村内さん、すまない。勝手に家を破壊してしまって、本当にすまない。あ、すまない。本当にすまない。はい、それじゃね、かまど作って、せい。はい、砂を焼いて、ガラス瓶作ろう。ちょっとね、夜になってきたから、一旦寝よう。おやすみ。いいね、ガラス完成。それでね、これガラス使って、せい。いいね、ガラス瓶完成。さあ、ガラス瓶に水汲みの。でね、よくよく考えたら、普通に今ね、食料不足だから、破壊して、いいね、タワラを超回収していこう。あ、すまない。村内さんの家、あ、わざとじゃないんだ、すまない。探して、いいね、タワラ回収。はい、それでね、分解しいの、パン作りの、それで、ね、42個のパン。これだけで、ね、食料あれば、しばらく困ることはない。はい、それではね、第2の最強チートモッド、ダイヤモンドポーション作るんだけど、ちょっと手持ちでね、ダイヤモンドないから、もう一回掘っていこう。まあ、ここら辺掘れば多分ね、1個ぐらい出るでしょう。はい。まーっと後ろが来てるね。ガッツ！危ね！さあ、出る？おいでー！ダイヤモンド出ていく！さあ、ダイヤモンド回収！さあ、瓶をセットして、ブレイズパウダーセットして、早めにダイヤモンド！あ、1個しかできないっけ、これ。まあいいや。さあ、今のうちにね、ちょっと、普通のトラス作って、やべ、ちょっと、手持ちいっぱいすぎる。ちょっと一旦ね、はい、チェスト増量して、はい、手持ち預けよう。さあ、これで、いいねー！ダイヤモンドポーション完成！さあ、これね、能力が何かっていうと、ノブちゃん。はい、こうするとね、しばらくの間、はい、採掘速度上昇、スーパーラック、ヘルスブースト。で、これね、スーパーラックの意味なんだけど、鉱石掘ると、はい。いいね、鉱石掘るとね、はい、こうやって、待って、ちょっと待って、ダイヤモンドブロックとか、ダイヤモンドのヘルメット出る。やばいね、これ。まあ、こんな感じでね、やばいね。鉱石を取るとね、チートアイテムが出るっていうのが、待って、やってしまった。あ、エディットだ。やばい。やばいね、これ。めっちゃいいの出てる。しかも、トーテム。でね、これさ、もっとやばいのが、この技と、はい、アルティメットアイアンピッカー、これ合わせたら絶対やばいと思うんだよね。じゃあ、行くよ。すまない。待って。
あ、別にね、ダイヤモンドポーションの効果をね、引き継ぐわけじゃない。あー、これね、能力掛け合わせできたらすごかったね。あ、すまない、すまない。はい、そしたらね、はい、ダイヤモンドポーションね、もうね、大量に作ろう。さあ、1個目、2つ目作る。いいね。さあ、ダイヤモンドポーション2つ目。あっと、なんかいるぞ。なんか、チビゾンビいるぞ。あ、来た来た。さあ、来た。来たよ、来た。誰？はい、ダイヤモンドポーション3つ目。4つ作っていく。ちょっとね、ダイヤモンドポーション用に、今のうちこうやってね、鉱石をね、集めてこう。はい。超レアアイテム出てくるから、こんな感じ。せい。すまない、すまない。オッケー。それではね、はい、ダイヤモンドポーション4つゲッチュ。さあ、それではね、ダイヤモンドポーション飲んで、はい、この状態でね、取りまくる。1、2、3、4、5、6。ダイヤモンドのブーツ、エメラルド。オッケー、オッケー。というのがね、ダイヤモンドブロックが欲しい。さあ、ステーキ出てきたよ。あ、経験値アップ。さあ、お次は何が出るかな？石炭貸して、せい。あれ、出ない。全然ダイヤモンドポーションの効果発揮しないぞ。鉱石破壊してんのになんか出ない。はい、ということでね、ダイヤモンドのブーツゲットしたから、ブーツつけて、そしたらもう一回ね、ダイヤモンドポーション飲んで、本当に能力が消えてしまったのか。はい、いや待って、ダイヤモンドポーション、効果が全然出ないよ、これ。おかしいな、ちょっと。スーパーラックの効果が発動しない。となったらね、一旦これで破壊してみよう。はい、どうよ。はい。さすがにスーパーラックの効果は発動しない。はい、ということで、第2の秘策はね、そんなに効果を発揮しなかった。はい、それではね、早いけど、第3の秘策いこう。第3の秘策はね、はい、これね、豚さんの頭。これね、実はね、使えるんだよね。豚さんの頭を置いて、はい、ダイヤモンドで追うと、いいね！第4とピグスポエッグ。これね、はい、2つ作って、せい。いいね！それね、ここにちょっとね、はい、2×2 の穴を作って、これダイヤモンドピグ。はい、オッケー、いいね！ダイヤモンドの豚さん。これね、どういう能力かっていうと、一定時間ごとに、ダイヤモンドとか、あと、カナトコ、ネザライトインゴと、でね、エンチャントも落としてくるんだよね。あ、早速ね、カナトコ落として、かつ、はい、ダイヤモンドも落としてると。いいね。だからね、これずーっと待ってれば、最強アイテムが溜まるということで、あ、ちょっと待って、普通に豚さんこれさ、ワープしてついてきちゃうタイプか。まあいいや。とりあえずね、はい。てかね、普通にもう少しダイヤ集めて、これで、ダイヤモンド、エッチャートもめっちゃ落とするじゃん。ダイヤモンドのね、豚さんをね、もうちょっと増やしていく。さあ、シルクタッチ10、飛び道具耐性10。さあ、今回はダイヤは出ず。いけ、さあ、来い。さあ、ダイヤチャレンジ、来い。さあ、出ない。これは、出なさそう。あ、いいね。来た。ダイヤゲッチ。さあ、これで、8個。豚さんをね、2体追加できる。あ、待って、2つある。神ってる。それで壊して、いいね。ダイヤモンドゲッチ。これで、はい、これで、16。豚さんを4つ作れる。ちょ、シルバーフィッシュ出すぎ。すまない。ちょ、豚さん。ちょっと、どいて。さあ、ダメージ増加10ゲッチ。あ、待って、ここに、ダイヤモンド普通に落ちてる。ダイヤモンドの毛を作る。さあ、ネタライトインゴとゲットしていく。これ、カナトコ置いて、はい、これに、はい、ダメージ増加10を作る。神だね。威力やばい、これ。はい、12。そしたらね、はい、これで、さあ、追加の4体で、ね。え、待って、あ、ちょ、やばい、バグったぞ、これ。あ、そうだ、このモッドね、なんかシフトをしながら、アイテム作るとね、数がね、バグるんだよね。さあ、ちょ、これ一旦ね、はい、ダイヤモンドの豚さんを入れまくって、せい。あ、ちょ、落ちちゃった、やべ。さあ、ダイヤモンドなんだけど、多分どんどんね、あ、いいね、すごい勢いで増えてる。さあ、ネザライトインコと15。やばいね、水中呼吸、貫通、飛び道具耐性、激流、水中サイク、水性特攻、水中 X、飛び道具耐性、火炎耐性、貴族性、入れ食い、飛び道具、貫通、効率強化10。つまりちょ、なんてか脱走してる。え、待って、てか。なんかさ、さっきバグってさ、めっちゃダイヤモンド出してるんだけど。さ、ダイヤモンド作って、いいね。これ回収して、いくつ？やばい、めっちゃある。ダイヤモンド、オッケー。いいね。なんか知りたいけど、バグ技でね、めっちゃダイヤモンド作ってる。はい、オッケー。これでね、ダイヤブロックが結構溜まった。え、待って、やばいぞ、これ。さっきのバグでなく、超大量に、ダイヤモンドブロックが作れるようになってしまった。せい。オッケー。これ全部使い切った。はい、そしたらね、普通にダイヤモンドのツラシ作って、あ、てかさ、これ一つ疑問なんだけど、このアルティメットピックアクスに、あれつけられるのかな？幸運10。これついたらやばくない？ちょっとやってみよう。はい。これに、幸運、あ、待って、ついた。え、待って、これさ、掘ったらさ、幸運天の能力さ、発動するのかな、これ。ちょっと楽しみ。はい、それはね、引き続きね、ダイヤモンドで、わった！めっちゃ豚さん舞台来た。やばい。ちょっとね、これついてきちゃうタイプなんだよね。これでね、チャンク前だ、これ。あ、待って、待って、ちょい。あ、これさ、幸運天つけたら、能力消えちゃった。マジか。そんな副作用あんの？いや、聞いてない。さっさ、知らぬ間に大変なことになってる、めっちゃ。豚さんが歩いた道さ、インゴットと、ネザライトインゴットと、ダイヤモンドで溢れ返ってる。ちょっとね、一旦、結構集まったから、作りに行こう。
い、それじゃね、だいぶ骨組みができてきた。まあ、後ろの方はね、まだ作ってないんだけど、これからね、第4の秘策を使って、大量に台をゲットして、残りの部分をね、完成させていきたいと思う。はい、それじゃね、第4の秘策として、バケツを作って、水をね、回収していく。いいね。さあ、もう一杯の水を回収しの。オッケー。そうしたらね、水バケツとダイヤモンドで、いいね、ダイヤモンドバケツの完成。さあ、これをね、もう一つ作って、ダイヤモンドの水を流していくと、いいね、めっちゃ綺麗。でね、これね、無限水源は、作れない。さあこの水の中に、あ、待って、浸るとさ、めっちゃ経験値のさ、エンチャットのビート出てくる。すげえすげえすげえ先生、これもう無限にレベル上げられる。あ、待って、ちょっとゾンビ来てるけど気にせずレベル上げていく。いやーすごいね、これダイヤモンド湧いてくるし、エンチャットのビートがめっちゃ湧いてくる。それではね、そろそろネザーガントレットと戦う準備をしよう。ダイヤのチェストプレート作って、鉄と木を組み合わせて、いいね、カジダイ作りの豚さんから大量に手に入れたネザーライトインゴット使って、いいね、ネザーライト化させていく。オッケー、いいね、いいね、いいね、ネザーライト装備の完成。はい、そしたらね、意図的にバグ技を使って、いいね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 、これでね、ダイヤモンドピグがめっちゃ増えた。おー、やばい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 、ちょっと待って、ダイヤモンドピグ召喚すぎた。いやー、でもね、これでね、超大量にダイヤモンドゲットできるから、もうね、そうだな、10スタックぐらいでダイヤモンドブロック集めていこう。やばいやばいやばい、これエンチャットとさ、ほんとダイヤしかない。贅沢すぎて逆にも贅沢じゃなくなってきた。ということで、ついにね、これだけのね、ダイヤモンドブロックが集まったということで、やばいね、これは。マジでやばい。でね、さっきね、このね、レッドストーンポーションっていうね、最強チートポーション作って、かつ、はい、これで、エミナルドブック分解して、はい、これで、エミナルド合わせて、はい、エメザルドバケツ、これ完成。これ流して、素晴らしい。さあ、水でこれで使ってると、なんと、はい、エンチャントモンだったり、トーテムが湧いてくるんだよね。やばい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 。はい、よし、それではね、ちょっとレッドストーンじゃなくて、ネザーガントレットと戦う準備できたから、ダイヤモンドピラミッドで作りに行こう。はい、ということで、ついに完成した。はい、これで、ダイヤモンドピラミッド。いやー、ぶっちゃけね、見てみて、これめっちゃ余った。全然足りたわ、これ。すまない。ってね、穴開いたとこしっかり修復して、いやー、なんとかね、もっととチートを駆使して、これ作ることができたね。でね、中身なんだけど、はい、こうやってね、うわー、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なんだけど、これ。いや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 、これはちょっと OP ストラクチャー。でね、ちゃんとこっから、はい、これ、あ、出られるようにしないとね。はい、こうやって、はい、外に出られると。オッケーオッケー。いやー、これはね、マジでね、すごい。これ達成感やばいね。てなわけでね、いくぜ、スプライ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 、よし、できさあ、スプライ入って、スプライスプライスプライからだ、スプライ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 、あー、待って、ちょ、あ、待って、あ、やっぱね、ダメージ経験手あるから、あーっと、めっちゃくる、めっちゃくる、めっちゃくる。さあ、これ、待って、まあ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 、さあ、大丈夫、さすがにやばいかもしれない、これ。よし、ちょ、危ない。待って、ちょ、レーザー撃ってくるやつと、パンチしてくるやつ、いっぱいすぎ、あっ、やばい、ちょ、ネザーガットレット同士でダメージ与え合ってるから、これ、意外といけるか、あー、待った、ちょ、全然攻撃チャンスが、攻撃チャンスがない、ちょい。あ、でもね、ネザーガットレットがね、待った、赤いパンチはやばい、ちょ、待って、攻撃する隙がない、さ、カバーするので精一杯で、ちょっと、待って、やばい、こう、やばいね、こうなったらね、はい、レッドストーンポーション、奥の手を使うしかない、こういう火力をね、バカみたいに上げていく、さ、これでね、一発殴っていきたいよ、さあ、殴れるか、殴れない、あれ、テイク、倒したい、あ、無理だ、さ、これ、かわしいの、いけるか、せっ、やべ、あ、やっべ、ちょっと、トーテム使ってた。ちょ、やべ。ちょ、待ちょ。よ、いた。あ、待って、これ、あー。くっさー。ちょっと待って。
で。いやー、待ちか待ちか待ちか。めっちゃ準備したんだけどね。いやー、やっぱね、デザーガットと強かった。これで、ね、もっとチート武器ないとね、サンタは無理だ。はい、ということで、ね、今回の動画は以上だ。この動画が面白いと思ってくれた人は、チャンネル登録と高評価、よろしく。